書店員の VS チルチル記者 BL クイズ勝負。問題、攻めと受けが入れ替わることをカタカナでビバ。正解。問題、今年の BL アワードのコミック部門1位を獲得した作品は。大会予報。正解。神オブ神さん大会。問題、今年アニメ化が発表された心が読める主人公とスパダリの同期の恋愛を描いた作品のタイトルは何でしょうか。正式名称で答えなさい。最近心が読める最近タイトル正式名称、30歳までに童貞だったら魔法が使えるらしい。違う童貞だったら魔法使いになれるらしい。惜しい。30歳までには絶対合ってますよね。30歳までに童貞だった。童貞、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい。正解。だとか、だとか、だとです。日本語ってたくさんありますね。